工場内でこれらの課題はありませんか？これらの課題をフードプロで解決。トレースアイフードプロは自動認識技術を使用し、食品工場で原材料入荷から製造、出荷までをつなげるトレーサビリティシステムです。原材料メーカー向けはタギングモジュール、加工食品メーカー向けは原材料管理モジュールから製品管理モジュールです。タギングモジュールはマスター情報、発注情報をもとに原材料メーカーでのラベル発行を支援します。発行情報を共有することで、企業間での情報連携も可能です。砂糖プリンターで出荷用ラベルを発行し、原材料へ貼り付けて取引先へ出荷します。入荷予定の発注情報をもとに検品作業を実施します。ラベルがすでに貼られている場合は QR コードを読み取るだけで入荷検品が可能です。ラベルがない場合は OCR 対応のハンディターミナルで入力作業を行い、入荷検品ラベル発行を行います。入力した情報をもとにモバイルプリンターで原材料ラベルを発行します。原材料へ貼り付け、倉庫へ格納します。格納先エリアと原材料の QR コードを読み取り、格納ロケーションを登録します。在庫情報は原材料、ロット、期限、エリア別に管理することが可能です。品目ごとに集約して在庫を把握することも可能です。QR コードを読み取り、原材料情報をシステムに登録します。棚卸し後、差異を確認して在庫を調整します。原材料ピッキング時に QR コードを読み取ることで、原材料間違い、使用期限切れのチェックができます。計量作業では辞書の QR コードを読み取り、レシピ情報を選択します。製造指示に基づいて小分けや計量作業のチェックを行います。その場で小分けラベルを発行し、同時に計量実績情報をシステムへアップロードします。計量作業時は使用期限切れ、使用禁止原材料、重量のチェックを行い、各種エラーを表示します。原材料投入時に QR コードを読み取り、間違いのチェック、使用履歴データの記録を行います。誤った原材料を読み取った場合、エラー表示になり、誤使用を防ぎます。出来高の登録と完成品用の管理ラベルを発行し、貼り付けます。出荷時は QR コードを読み取るだけで出荷検品が可能です。システム上で出荷製品に対するトレース情報を生成します。管理画面ではダッシュボードで当日の作業進捗を確認でき、製造現場の見える化を実現します。これまで読み取ったデータがトレーサビリティ情報として構築され、製品から原材料の追跡を実現します。標準インターフェースで様々なシステムとの連携が可能です。台紙のないノンセパラベルは台紙を捨てる手間が省け、作業がスムーズに行えます。メタルサーマルにはアルミを挟み込んでいるため、金属探知機に反応し異物混入を防ぎます。その他、利用環境に合わせて様々な防塵、防爆、防水機器を選択可能です。トレースアイフードプロ佐藤がご提案する安心安全なトレーサビリティシステム。